古田さんなんかも野手みたいに取るじゃん、ワンバン。だああいう人らが変えたかもね、キャッチャーっていうのは。古田さんはすごかった、学生時代から。あの全日本で一緒やったけど、あそう送球が、一個先輩なんだけど、送球がもうここしか来なかったから、ほぼ。え、あの人、大学どこ？立命。あ、立命って野球強いんだ、やっぱり。まあ、立命で、うん、全日本に入って、一緒にやってて、うん、もう肩強くて、バッティングも、全然悪いことなかったんだよ。大学の時から、本当に器用で、うん、右打ちとかもね、しっかりできたし、うん、引っ張ったらポーンとホームラン持ったりしてたから、俺らがセリーグパリーグにいる時、やっぱりくすぶってる連中は代打があるから、俺らみたいなホームランをこうでかいの狙うやつは、うん、セリーグがいいってみんなから言われてて、うん、でちょうどでも古田さんが入った頃でヤクルトもチャンスだって、あの新人で取った古田はゲージから球が出ねえんだなんつってみんなが言うようなぐらいの評価だったわけ。うん、ああそうなんだ。ところが2000本簡単に打ったじゃない。でもそういう選手だったんだ。いや俺は古田さんバッティングいいなと思った、ずっと学生の頃から。うん、健次郎がその対戦した時のさ、古田さんって どうピッチャーじゃないじゃない、古田さんと戦わなかった、この人何考えて投げ出すのかとか。ああったね、やっぱ古田さんが出始めてクローズアップされていく時に、うん、やっぱり一緒にやってるし、古田さんライバルってあれじゃないけど、キャッチャーのその配球とか、うん、でそうなるとね、バッターダメじゃん。確かに、うん、意識がこっちに来ると例えばシゲとかね。ああ、シゲもあの子は最後脇打ちぐらいだったね、あの、うん、分かりやすいリードしたの。途中からも10球連続まっすぐみたいなことやられてもストップとかにしてた。だからそれがもう、ああシゲらしいなとか、こいつ投げない球投げてるなとか、うん、あのキャッチャーで一番感じるのは点差が開いた時に普段と違うリードをしようとするやつはもうすごい見えるのは、分かってんだけどすごい嫌だったね。なるほどね。キャッチャーで見てて、俺らが解説者になったりとか首脳陣になって分かったことは、3連戦の頭を考えて完封をしてるピッチャーがいるっていうんだよ。完封を刺すことをメインにするキャッチャーは使えねえなって思うし、少々ぶつけてもランナー出して1点2点取られても5点あんだから、こう明日あさってのことも考えてらってキャッチャーを見ると、あこいつは大したもんだなと思うよね。そうね、それはでもすごいわかるわ。だからその目先のその今日の試合も勝ちはほぼ決定なのに同じリードしてるっていうのはね、うん、次の明日のことを考えて、あさってのことを考えてとかいうのはね、キャッチャーはやっぱりすごい気使わないといけない、うん、でも今どうだろうな、もうその目先の今の今日の試合のっていうのが多いわ、正直ね。だからそれは新之助とかぐらいはもう、あのキャッチャーもその昔のいいキャッチャーって言われたリードしてた、うん、だから小林なんかが持たなかったのは、いやいや完封が先じゃないでしょって、うん、なんでインコースバレンティンに行かないのっていうところを感じたし、でそれで達川さんってさ、俺解説者ずっとフジテレビだからやらせてもらってんだけど、どうなの、なんか身内にしたらどういう人だったの達川さん。まんまでしょ、あのまんまでいいの。まんまだよね、面白いよ、たまに会ったりなんかしてて、すんごいなんか今日なんか何があったんですかっていうぐらい喋り倒すときと、もうなんかこう言って達川さんうんちゃーとかって言ったら、でもこれだけの時もあるし、で大野さんとか大体いるから、大野さんどうしたんですか、うん、今日調子の悪い日じゃないのっていう、達川さんのさ、あの練習したの、あの人なんか自分から激しい練習をしたの、した人。達川さんの話したらキリがないよね。でも達川さんはでもすっごい研究、リード面に関しては研究したと思う。うん、多分ね、根本的に広商なんで、広島商業、うん、広島商業なんで、もうそういう野球がもう染み付いてるんだと思う。キャッチャーとしては研究するという、うん、でね、なんか YouTube だったかな、なんかのあれで聞いた話なんだけど、うん、なんか江川対策で甲子園で、うんうん、江川対策点取れないから、とにかくワンアウト2、3塁のケースをとにかく作ると、うん、もうデッドボールでもエラーでもあるんですって、達川さんが言ってたらしいんだけど、2、3塁であのスクイーズをするんだって、うん、それでスクイーズを空振りするんだって、そしたらわざと空振りするんだって、うん、江川さんでピッチャー、それでランナー突っ込んでくるじゃん、でうわーっつって三塁ランナーがやられたって言って突っ込んでくるんだって、ランダムプレーになるじゃん、それでホームの方でこうアウトになる、うん、要するにこうランダムプレーしながら、ホームと、三塁ベースの間こうランダムプレーするんだけど、その三塁ランナーがわーってきてホームの方でアウトになるところをちょっと内側で
タッチプレーするときにセカンドランナーがその横を突き抜けて帰るっていう練習をしたっていうわけよ。でそれで俺それそんなんだったら普通にスクイズしろよって思うじゃない。そして達川さんにある日聞いたの、なんか OB 会から中尾で言ってんの達川さんが。で俺達川さんが言ったっていうのを聞いてて、そんなことはないだろうって俺が言ったらじゃあスクイズすりゃいいじゃんって思うよね。思うよね。で達川さんがちょうどなんか OB 会かなんかであって、達川さんこの間聞いたんですけど、江川対策で2、3塁でスクイズ空振りで3塁ランナーがわざと挟まれて、3塁ランナーがタッチプレーしてる間にその脇を通って1点取るっていう練習とかそんなあったんですかって言って、いや甲子園の時はそれできんかったんやけど、わしらは広島の時にずっとそれを練習しようと。だからそういう野球感持ってる人だからすごいな。多分これ聞いてる人したら普通にスクイズしろよって思うよね。まあ、達川さん呼んだら面白いじゃん。めっちゃ面白いと思うよ。やばいでしょ達川さん あのエピソード。面白い面白い本当に。達川さんのエピソード、またこれ言っていいのか分かんない、これ入団した時に、うん、1年生の時に遠征について行ってる時に、みんながこう当時ビトンだとかさ、あの遠征バッグじゃないけどこうセカンドバッグじゃない、ボソバッグ大きいみんな持ってたじゃん、流行りの当たり前のように。で達川さんがもうこんなこうひょーっとこうやって来て、でバッグがあの昔学生服買った時に、ビニールのマジソンスケアガーデンとかっていう、なんかおまけでもらうナイロンのバッグ、バッグというかスポーツバッグみたいなついてるよ、ね、ついてるやつ、学生服買ったらおまけ、そう付録。俺本当にね、俺が高校生以来に見たそのマジソンスケアガーデンって書いたバッグ、なんか観光学生服かなんかトンボ学生服か分からないけど、あれのおまけで来るようなやつを達川さんが持ってこうやって来て、うわみんなビトンなの、達川さん全然こだわんないなっても第一印象。で次にキャンプの帰りにそのバッグを持って帰ってくる時に、こう歩いてる時にここから赤いのが見れるわけ、両方とも、手からでなんかなってよく見たらカープのアンダーシャツ。で大野さんは仲良かったっていうか、大野さんあの達川さんバッグとか大丈夫なんですか、あれこだわらないからあの気にしないから、あれ多分下もスラパンだよって言ってっていうすごかった達川さん。ああ本当にすごいな。でもね、達川さんも現役の時はキャッチャーしながらセカンドとかにヒット打ってきた先輩が、おい野村達川さんちょっと黙らせてくれっていうわけ、で喋ってますって、喋りまくってるし、野球以外野球の話じゃねえんだよとかって言うから、えどんなことしてるんですかって言ったら、いや昨日何時頃帰ったろうとか、昨日どこどこの店から2軒目ここに行ったろうお前とか、なんで知っとんやっていうようなこと、当たってるらしいっていうことを言って、怖いよ広島って。すごいなすごいね、達川さん、その漫画みたいなこと本当にできてたんだあの人。だから俺だからそのまんまだと思うよ。俺ね、あのトレード行ってね、みんなデブだからインコース攻めてくれたの、最初のうち。インコース打つの好きじゃん。そう、インコースしか打てない、インコースか低めしか打てないのに来るから、で北別府さんから、そうそう、俺あれ覚えてるよ。うん、もうインコースのシュート攻めみたいなね、そう来てこれね、もううわーって振って、はい、ホームラン打ったよな。そうクリーンっつったら、もうエトがジャンプするじゃないか、すんごいすごいホームラン打ったあれ、じゃあその次の打席に俺ひっくり返らされたの、達川さんに、ペイさんに、ペイさんわー来たので、まあまあ、まあ、まあ来るだろうな、パリーが当たり前だし、セリーグはよく今まで来なかったなと思ってたの。結局長富さんに俺ぶつけられたんだけど、ああそうなんだ、長富さんもシュートを投げるんだったっけ、そうだけど、それもこう、まあ、もう明らかにシュートで抜けたらしょうがねえだろうみたいな、当てに来てるの分かったんだ。で実はあの時骨折してさ、ああそうなん、まあでも、まあ、来るだろうなと思ったら達川さん無言なわけ、あ喋んねえんだな意外にと思って、で次の打席、達川さんが打席の時に木田だったの、ピッチ普通に外のまっすぐを初球要求したの、だからたまたま抜けたの、達川さんひっくり返って、よう来たの、わしらも言ったけどよう来たのって、ああそうなんだ、その時初めて達川さんと喋ったのが、ああそうなんだ、よう来たの、わしらも言ったけどしゃあないの、大したもんじゃみたいに言われて、本気で怒ってた。だから多分怒ってるっていうか、多分そういう時代だったんだよね、もう行ったら行くよっていう、そういうこと、そうだったね。だから木田も本当に偶然なんだけど、でもあの時からなんか
こう達川さんがあこいつちゃんとやるんだって偶然なんだけど俺らが打席行ってるのむやみに来んじゃなくてちゃんとこう達川さんと面白かった戦うの俺は覚えてたさっきのペイさんからホームランってすんごい打球だってもうこんななんかこんなやって打ったよねすごいライナーで入ったわそうそうあれと後だからあでも達川さんってあのままの人っていうか俺思うとあのままどこじゃないねあ面白いもう最高に面白い怒んないのあの人はあんまりなんか俺はちょっと沸点があるのよフジテレビでいても変なこと言うと怒るぞっていう沸点がなんかちょっと人と違う感じがしてあ怒んないの先輩こうやってうるさいんじゃないのあの人俺は怒られたことはあの選手の時には試合の中ではあった試合の中で